In the Book of Mormon, we read about 文書には非常に惜しく勇敢で力強い2000人の模範人的な青年たちについて書かれています。誠に彼らは神の戒めを守り、神の前をまっすぐ歩むように教えられていたので、誠実な真面目な者たちであった。この忠実な青年たちはその母親をたたえ、母たちは真理を知っていたと語っています。司令官モロナイやモルモンなど偉大な指導者の母たちも真理を知っていたことでしょう。今日の母親が抱える責任には今まで以上に警戒が求められています。歴史上これほど母親が真理を知る必要に迫られている時代はありません。子供たちは血肉に対するものでもなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる霊の悪の霊に対する戦いのように生まれてきます。しかし母親たちは恐れることはありません。自分が何者であるかを知り、神を知っていて神と契約を交わしていれば、子どもたちを善へと導く力と影響力が与えられるからです。真理を知る母親たちは子どもを持ちたいと望みます。世の中では子どもに対する価値観が薄れてきています。しかし福音の中では今でも子どもを設けることを大切だと信じています。この大会で支持された預言者、聖剣者、啓示者たちはこう宣言しています。すなわち、増えよ、地に満ちよという神の子供たちに対する神の戒めは今なお有効です。ベンソン大官長は若い夫婦に対して子供を持つことを先送りにすべきではないと教え、こう言っています。永遠の観点から見て最も尊い宝は所有物でも地位でも名声でもありません。子供たちです。忠実な神の娘たちは子供を望みます。聖文にはエヴァ、サラ、リベカ、そしてマリアが子供を授かる前に母親として容認されていたことが記されています。女性の中にはこの世で子供を産む責任が与えられない人たちもいます。しかし子供を授かるように熱心に祈り求めた旧約のハンナのように、この世で母親となることに重きを置く心と、女性たちが身につけた母親としての特質は復活の時彼女たちともによみがえるのです。現世で子供を設ける祝福を望み努力する女性たちには、その祝福が永遠に約束されています。現世は前世よりずっとずっと長い期間です。母となることには永遠に続く影響と力があるのです。真理を知る母親は聖なる儀式と誓約を守ります。世界で最も困窮している地域の一つで生産会に出席したことがありますが、母親たちは砂ぼこりの道を何キロも歩き、粗末な交通手段を利用しなければならないにもかかわらず、細心の注意を払って晴れ着に身を包んでいました。娘たちのドレスは清潔でアイロンがかけられ、髪の毛もきれいに溶かしてありました。息子たちはといえば白いシャツにネクタイをつけ、髪型は宣教師のようでした。母たちは誓約を新たにするために聖餐会に出席することを知っているのです。また神殿で誓約を交わし、それを尊んでいます。子供たちの目を神殿に向けさせていなければ、望まれている永遠の目標に向かっていないことを知っているのです。このような母親には影響力があります。真理を知る母親は養育者です。これは幸福の計画の下で彼女たちに与えられた特別な責任であり役割です。養い育てるとは、養い世話をし成長させるという意味です。ですから真理を知る母親は家庭を霊的物質的に成長できる環境に整えます。養い育てるに代わる別の言葉は家事です。家事には料理、洗濯、食器洗い、家庭を整えるなど含まれます。家庭は女性がその力と影響力を最も発揮できる場所です。ですから町生徒の女性こそ世界一の主婦であるべきです。子供と一緒にした家事をすれば、子供たちに見習ってもらいたい資質を教え、模範を示す良い機会になります。養い育てる母親は博学ですが、どんなに高い地位教育があっても霊的な成長を促す環境を作る家事の能力がなければ何の役にも立ちません。最も成長を促すのは秩序の家です。女性は主の宮に倣って家庭を築くべきです。養い育てるためには忍耐と愛と働きが必要です。養い育てることによって成長を助けることは、女性に与えられた力と影響力のある役割なのです。真理を知る母親は指導者です。
対等なパートナーの夫と共に偉大な永遠の組織である家族を導くのです。このような母親はこの組織の将来に備えて計画をします。伝道や神殿結婚、また教育のための準備をします。祈り、成分研究、そして家庭の予備を計画します。真理を知る母親は子どもたちが将来良い指導者になれるように教え、自ら指導者の模範となります。社会的な圧力やこの世的な親の在り方に圧倒されて、その計画を投げ出すようなことはしません。このように賢明な真理を知る母親は、自分が関わる活動を注意深く選び、自分の影響力を一番重要なところで最大限発揮できるように心を配ります。真理を知る母親は常に教師となります。ベビーシッターではないので、その仕事に終わりはありません。家庭でよく教えを受けたある友人は、教会で習ったことで家で教わらなかったことはないと話してくれました。彼の両親は家族の成分研究、祈り、家庭の夕べ、食事の時間やその他の機会を使って教えました。母親たちが家庭を宣教師訓練センターの予備校とみなしたら、将来どれほど力強い宣教師たちが誕生するでしょう。そうすれば MTC で教えられる福音の教義は復習であって、初めて聞くことではなくなるはずです。これこそ影響力でありこれこそ影響力であり力です。真理を知る母親は制限をします。彼女たちは永遠の観点から見て良い実を結ばないものを制限します。家庭においてメディアを制限し、子どもたちの気を散らすことや家庭から遠ざける活動を減らします。真理を知る母親は少ない収入で生活することを選び、この世的なものに対する消費を抑えることにより、子どもたちと一緒に食事をしたり、働いたり、本を読んだり、話したり、笑ったり、歌ったり、模範を示したりする時間を増やします。このような母親は細心の注意を払って選び、何もかもしようとはしません。彼女たちの目標はイエス・キリストの福音を全世界に広める新しい世代の若者を備えることにあります。また次の50年間にわたって主の王国の建設者となる将来の父親と母親を備えることを目標にしているのです。これこそ影響力であり力です。このように義にかなった息子や娘たちの世代を備えるのは誰でしょうか。まず実生徒の女性です。主を知っていて主を愛し、主を証しする女性です。私たちは霊感を受けた神の預言者によって導かれており、預言者たちは教会の女性たちに主の計画から見て適切かつ正しいことのために力強く確固として立つように呼びかけています。預言者はまず自分の家庭で子どもたちに真理を教えの道を教えるように求めています。松実生徒の女性は家族を支え、養い、守ることにおいて世界一であるべきです。教会の女性がそれを実行し、真理を知っている母親として世に知られるようになることを確信しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。